ハローラキャンディーサッカーチャンネルのケントです。大輝です。さあ今日は何をするんですか。今日は2人組でできるパス練習をより実践的なね、はい、止めて蹴る、止めて蹴るじゃなくて、まあより実践的な止めて蹴るの練習を紹介していきたいと思います。はい、はい、それでは早速やっていきましょう。はい、じゃあそれでは早速紹介していきたいと思います。で、やるのは、四角をまず作ってもらって、パスの受け手の方はで、これまあ、2歩ですね、2歩でまあ正方形を作ってもらって、で、パスをこの中で受けます。パスを出す人は番号を言ってあげます。で、自分たちで番号を、例えばここは1番、2番、3番、4番だったら、例えばパス来た時に1って言われたら、1番のところにしっかりトラップする。トラップで前に出して戻ってパスを出します。で、2番だったら横に出して戻ってパスバック。で、3番だったら3番ターンして戻ってパスバック。で、4番だったら4番止める出す。いいよ。で、なんでこれが大事かっていうと、今ってパスを行きたい方にトラップをするっていうのが結構主流で、ここに止めて、足元に止めてから横に行ってっていうのだと、ワンタッチ多いから次のプレーが1個ワンテンポ遅れるから、バルサとかでも言ってるんですけど、行きたい方にしっかりトラップする、行きたい方にまずファーストタッチでボールを持ってくっていう、トレーニングになります。 OK。 で、これを、まあゴロでやって、まあ次は浮き球、浮いてるボールでも1です。 1ね、1 聞こえないとあんまりあれだから。2で、しっかり止めて戻して返すっていう風に、やっていきたいと思います。で、はい、これも、1分20秒10秒休んで3分、一緒にトレーニングしていきたいと思います。はい、じゃあそれでは準備をしてもらって、早速始めていきたいと思います。はい、投げる人蹴る人はもし例えばインサイドが難しいのであれば、全然こうやって座った状態でこのまま2とか言ってもらっても全然大丈夫です。確かにこれだったらね、親子でもできますし、全然そのね、サッカーができる人が相手じゃなくてもできるので、はい、ぜひ、まあ、どちらでも大丈夫です。はい、じゃあそれでは早速やっていきたいと思います。やっていきましょう。じゃあそれでやっていきましょう。はい、用意スタート。1番戻してパス。3番あー、後ろだ。4番です。4番いやー、こっちかむずっ。めっちゃむずいわこれ。はい、2、はい、いいよ。はい、3、こっち。ナイス、ナイス。どこでも行ける準備。2、オープン。ちょっともうちょい早く行って。1、はい、オッケー。1はね、いけるね。怪しいけど。3、ナイス。いいよ。4、転がすばいです。はい、はい、2、いいよ。はい、4、遠いですね。どこでも行ける準備が大事。1番、おー、ナイスナイスナイス。はい、2、いいでしょ。2、おー、いいね。左足急に来てもできた。3、うわー危ない。やばうぜ。4、ランダムでいいからねこれ。1、よいしょ。いいでしょ。楽しみながらやりましょう。1、よいしょ。いいでしょ。2、ちょっと起こした。いいですね。3、ナイス。3、2、うわ、危ない。おー、うまい。4、よいしょ。いいでしょ。1、ナイス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 。3、時間大丈夫？大丈夫。2、いいでしょ。1、はい、オッケー。いいですね。むずいね、やっぱこれ。ランダムでね、しっかりこっち側言う人は、兄弟とかでもできますしね。すごくいい練習ですね、これは。はい、じゃあ行きますよ。はい、じゃあよいしょ。さあ、1、2、あー、ナイスタッチ。3、あー、いいね。4、ナイスタッチ。4、浮き球はね、結構時間があるんで。3、あー、浮き球です。3、よー、ナイスタッチ。1、これ投げる側もまあふわっとしたやつとかに速いやつとか、1、いろいろやってあげましょう。3、おー、いいですね。4、
惜しい。ああ、戻る戻る、1秒のスピード。はい、2。失敗した後大丈夫か。3。いいぞ。お待たせ、30秒。1。おー、周りを見ながら、周りを見ながら。はい、2。ナイスナイスナイス。3。はい、3。いいですね。1。ナイス。4。ナイス、ナイス、ナイス。あともうちょっと頑張って。3。いいよ。ラスト。ラスト。3。はい、OK。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、いい練習でしたね。そうだね、はい、大人同士でも楽しめるし、うん、やっぱ大人同士でもミスるから、うん、全然ね、ちっちゃい子とかはね、特に、はい、あのいい練習になるんではないかと思います。やっぱ状況判断って大事だから、ね、サッカーって、うん、だからやっぱりね、自分がね、行きたくなった方向にスッて行けるように、はい、っていうのをやっぱ相手と駆け引きだから、サッカーって。そうですね、そう、まあ、小さいスペースでやってるんで、お家でもね、うん、まあ、できる方はできますし、まあ、小さいスペースでできるんで、本当にもうあと短い時間でもできるので、まあ、ちょっとした時間でね、楽しみながらやってもらえたらなと思います。反対になってきたら、まあ、ボールスピードだったり距離とかね、はい、縮めたり速くしたりっていうのでね、いろいろね、自分たちで工夫してやっていってもらえればと思います、はい、ということで今回動画がいいねと思ったら、グッドボタンの方と、チャンネル登録の方も、はい、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。